皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習小学英語、今回は学習科目ということで学校で勉強する教科についてお話しします。英語の学習というのは基本的に英語は英語のまま理解するというのがいいんですけれど、まだ英語に初めて接するようなお子さんだったら、海外から来た人に日本語を教えるような形で英語を身につける方法、これがあってもいいんじゃないかなと思っています。そこで今回は5つの科目を日本語プラス英語という形で覚える練習、これをやってみます。学校の科目のことを School Subjects、 School Subjects、 こんなふうに言います。で、算数は算数 is math、 算数 is math、 これで算数は math のことだよと海外から来た人に教える形になりますよね。こんなふうに他の科目も海外から来た人にこれはこうだよと教える形、これで覚えていきます。国語 is Japanese、 国語 is Japanese、 国語というのはその国、自分の国の言葉のことです。ここは日本ですから日本の言葉、日本語ですよね。ですから国語 is Japanese、 こうなりますね。次です。英語 is English、 英語 is English、 理科 is Science、 理科 is Science、 社会 is Social Studies、社会 is social studies。 もう一回やってみます。今度は皆さんも一緒に読んでいきましょう。2回ずつ読みますね。いきますよ。算数 is math、 算数 is math、 国語 is Japanese、 国語 is Japanese、 英語is English、 英語 is English、 理科 is science、 理科 is science、 社会 is social studies、 社会 is social studies。 どうでしたか？今回は日本語プラス英語という形で英語を覚える練習、これをやってみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ところで皆さん、 What subject do you like? あなたはどの教科が好きですか？ I like science。 皆さんもどうぞ楽しく学習して英語を身につけていってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。